茨城県篠田軍の範囲篠田軍は、茨城県にあった軍。日立国風土記によると、白地四年に、小山上、物のの川地、大大津城物部会津らが、総領、高むこのの大部らに要請し、つくば、茨城軍の七百戸校をもって、篠田の軍を設置した。この地は、元、北上国であった、とされる。軍内の、浮島について、風土記には、これを言い 日本ホタ海辺に巡行出まして、ノリ浜に行き、イタリタマ行き、地に浜、裏の上に沢にノリを、カラセリーゼに寄りて、ノーリハーサの村と名付くといえりノリ浜の里の東に、浮島の村あり四面絶海にして、大和の交差くれりとは十五無理連は七十八丁、あまりなりイメル、百章寺を引きて、ゴとなす。こうして九つの八代ありて、ことと行を、金意,意味なめりとあり、 現在よりも海域が広く遠浅であったことがわかる。さらに、大和彦の天皇浮島の長宮に、幸い騎士玉石と木水の久保中力すなわち戦車を、剣して、占い方は締めところどころほじら締めた、麻引とあり、慶光天皇が、日本穂高の江戸政党の席を巡行し、途中の浮島に仮り宮を営んで、およそ一月の間滞在したことを伝えている。十世紀に編纂された。 和名類受賞には、大野号、高空号、小野号、朝日名号、高田号、小方号、志万号、中華郷、島津号、篠田号、城浜号、稲敷号、阿弥郷、駅郷の14号が載せられ、里はすなわち里であり50個なので、日立国風土器の700個と整合し14里の群であったことがわかる。これは、行方軍の十五里、七百個と同等であり、 高島軍の3倍である。また、行方軍など他の日立国の豪族には、三節の名が挙げられることが多いが、当軍では、物の氏が挙げられ、香取海の対岸の下佐国との関係を伺わせる。式内社に、縦の縫い神社と、阿弥神社があり、香取、鹿島両神宮との関係も伺わせる。正さ時には、平良県が、数佐国武社軍から、 下宇佐国下取軍の親善の都を経て、当軍のいらち前の都に渡り、吉政がいる水森へ向かったとあり、関務兵士正文流の信太氏の本拠地でもあった。方言の乱で、ストック上皇に組みして敗れた、藤原の利長はこの地へ配慮され、浮島にある西浜関音道に7年間遊兵されていたという、百七十八年に行政区画として発足した当時の軍域は、 下記の区域にあたる。1、東村2、中谷村3、江戸崎町4、群賀村5、沼里村6、奥の村7、朝日村8、君原村9、阿村10、鳩崎村11、木原村12、船島村13、安中村14、浮島村。ありがとうございます。